かつてはカーステレオだが、今やカーテレビはもちろん、車の中で DVD まで鑑賞できるこのご時世である。渋滞に巻き込まれてもちょっとやそっとでは退屈することはない。新婚カップルの西岡亮さんと沙織さんは、半年後に誕生する予定の第一子の話題で持ちきりだった。ドライブ中でも口数が減ることはない。超音波で見てもらったんだけど、多分女の子かな。お母さんたら気が早くてね、赤ちゃん用の DVD を送ってくれたよ。沙織さんはバッグの中の DVD ソフトをセットした。それは0歳児向けの教育ソフトという。その時トンネルに差し掛かった。あれ？ DVD の映像が急に乱れてしまった。そして数秒後やっと映ったのは、今二人が目にしているトンネルの中の映像そのものなのだった。何これ？赤ん坊にいい映像なのかな。ハンドルを握る亮さんは関心なさそうに言う。沙織さんは動揺していた。しかし映し出されたトンネルはどこかが違う。その瞬間、モニターに首のない人の体が映し出されたのだ。トンネルをようやく抜けた後、沙織さんは震える手で DVD を再生してみた。だが沙織さんが目にした首なしの体はおろか、トンネルの映像など何一つ映っていなかったのである。沙織さんの唇は震えるばかりだった。